和倉温泉お祭り会館は、石川県七尾市、和倉町にある七尾市を代表する四つの祭りの出し等を展示し、紹介する施設である。七尾市には、数多くの伝統的な祭りがあるが、国の重要無形民族文化財に指定されている、青柏祭りの引山行事が、2016年11月に、ユネスコの無形文化遺産として登録されたことを機に、七尾市を代表する。 祭りの紹介施設の整備を決定。施設は石川県を代表する温泉街である和倉温泉内にあり、老朽化と利用者の減少問題が持ち上がっていた1981年完成の和倉温泉観光会館を改修し利用することとなり、耐震補強等を行うとともに、大ホールを出し等の展示室に改変し、青柏祭り並びに奥間交際、 向田の日祭り、石崎笹ぐ搭載の七尾市を代表する文化財指定等も受けている4つの祭りを中心に紹介する観光拠点の施設として2020年6月1日に開館した。なお、当初2020年4月25日の開館予定であったが、2019年末からの新型コロナウイルス感染症の拡大により約1ヶ月遅れの開館となった。 もともとあった千百人収容の大ホールの舞台及び観客席をすべて取り払い、高さ十七メートルの天井港を生かし、大型の展示物を収容できる展示室に改修したもので、四つの祭礼に用いる、出汁や部材等の展示と、各祭礼の紹介をしている。ここで紹介する展示物はすべて大型の、高さ約十二メートルから十六メートルの原寸大の実物展示であり、 本物の祭りの迫力を体験できる。なお、向田の日祭りの展示物は高さ約30メートルにもなるため、長さ15メートルの垂れ幕を天井から吊り下げている。各展示物の周りには、その祭りに関わる人物の人型が何体か立っており、それぞれの役割等の説明がされている。また、展示ホール内には2階があり、休憩コーナーになっていて、 やや上部から展示物を見ることができる。展示ホールの一角には幅16.2メートル、高さ9.4メートルの大型スクリーンがあり、4つのお祭りを臨場感あふれる映像で流しているほか、30分に1度の割合でスクリーンを用いて各お祭りを疑似体験できる。入館するとすぐの無料ゾーンである。開放的なエントランスの天井から、 七尾市で行われている数多くの祭礼を垂れ幕で紹介しているほか、石崎笹具搭載の小笹具搭、ミニホ島、タ留浜の住吉神社春の祭礼の浜山と呼ばれる、出シ棟の展示をしている。また、総合案内、七尾市の祭りや観光施設を紹介する、情報発信コーナー、無料休憩コーナー、グッズショップなどがある。 和ら温泉観光会館時代より引き継いだものである。各施設の利用は有料となる。ありがとうございます。